小倉南区。小倉南区は北九州市を構成する7区の行政区の一つである。面積では、地域の約35%を占め、市内の7つの区の中で最も面積が広い。北部の白の下曽根周辺を中心に住宅地が広がるが、山間部も多く、旧毛、草見周辺には田畑も数多く残っている。全国的に有名な 大間の竹の子の生産地である、大間地区の竹林がある。また市内における、ベッドタウンとして発展してきたため住宅地やマンション、等も多く、市の全人口の2割以上、八幡西区に次2番目に多い人口を抱え、北九州市の行政区の中でも人口が増加している区である。2006年、平成18年3月16日に、北九州空港が、総長沖に移転。 規模拡張したため発展が期待されている。北九州市の南東部に位置するため経済、生活面で、行橋市、京都郡、宮古郡、築城郡、田川市、田川郡と深い関係を持ち、この方面からの通勤、通学者も多いほか、区内から工業地帯である神田町へ通勤する人も多い。北九州市の東部南端に位置し、東側から北側にかけては、 海岸沿いからの平地が続いており、日方本線、国道10号及び東九州自動車道が通り、海岸は埋め立て地となっているところもある。南西部は山地で、その間を北彦山線及び国道322号が南北に通る。また、北東部の平地から南西部の山地を貫くようにして、九州自動車道が東西方向に伸びている。なお、 遠く沖合のスオーナダの埋め立て地に位置する北九州空港は北九州市の最東端地域であるが地上からの唯一の連絡路である新北九州空港連絡道路を利用するには隣接する神田町を通過しなければならない。ここでは現在の小倉南区の歴史について記す。他区の情報については北九州市並びに小倉市の欄も参照。 一般路線バス高速バス現在運休中、北九州空港、2006年3月16日、移転開港。少子高齢化の傾向が顕著な北九州市にあって、最も年少者人口比が高く、また最も高齢者比率が低いため、7区の中にあって、最も平均年齢が若く、県、国の平均よりも若い。数値は、すべて2005年国勢調査統計に基づく。 は、航空外から児童を受け入れているか、過去に受け入れていた、のびのび、フレンドリースクール制度実施校、2010年度は、大間省のみ実施。神社古墳ほか、陰美野には、安徳天皇の両母と伝えられている場所がある。郵便局は、旧菊町や旧曽根町など都市部として開発された地域に偏在しており、旧中屋村には一局も存在しない。 2017年10月2日付で、周廃業務大規模再編があり、ソネ郵便局エリア、ソネ出張所管内以外は、全域が北九州中央郵便局直轄となった。郵便番号は802から 08XX、802から 09XX、ガムウ、特リツネ、南方、旧小倉西郵便局管轄。 郵便番号は803から 01XX、東谷出張所管内、旧石原町郵便局管轄。803から 02XX、両谷出張所管内、旧西谷郵便局管轄。以下に示す、市外、市内局番は、総務省の公開情報による。近年、通信自由化で、従来のパターンが通用しなくなっている。 西日本電信電話以下、エリア分類不明。小倉南区内にも以下のパターンに該当する電話番号の一部が存在する。なお参考までに西日本電信電話における一般的な割当てルールは以下の通り。携帯電話については NTT ドコモ AUYKDDI、ソフトバンクとも区内ほとんどの地域で 利用可能となっているが、市社会に接する山間部でつながらない地域がある。世代交代が進められていることもあり、LTE 第3.9世代以降のサービスのみについて、エリア拡大のため基地局整備等が進められている。小倉南区内に新聞社の通信部などは存在しない。小倉北区の拠点が直接取材が、読売新聞と毎日新聞が、北九州臨空産業団地に、 朝日新聞が、三里シティ、小倉近くに、それぞれ印刷工場を構えており、北九州、恩賀、宗方、田川、時間、慶築、大分、山口、朝日以外、岩見、毎日の身に向けた新聞を吸っている。テレビの電波直接受信については、さら、倉山の八幡テレビ FM 放送所から出される。 電波を受けることを基本とするが、山陰に入り電波が届かない地域をカバーするために、吉田と呼ぶののに中継局が設けられている。旧西村崎村の加茂や下南方地区では、十部山が壁となって、八幡放送所からの電波を直接受信することが難しく、古くから吉田、呼ぶの両中継局からの電波を、やや遠距離受信という形で受けている。こうした状況から、 2009年、平成21年5月までに、両中継局でも、地上デジタルテレビジョン放送の中継送信を開始した。ラジオについては、FM は8万送信所からの放送を、AM については響き放送所からの電波を、それぞれ受信する。ただし、AM については、送信所からの距離がやや離れていることもあり、高周波の2局が、 季節や時間帯によっては他局からの渾身障害を受ける。テレビのチャンネルは以下の通り、チャンネル表記はデジタル、アナログ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。